どうも大豆です。今回は8月のビオトープの様子やっていきたいと思います。焚き火なんですけれども、なぜかここのもみじが枯れてしまいました。もともと7月後半ぐらいはこのぐらいで、8月になった瞬間にこんな感じになってしまいました。上の方は全然大丈夫なんですけれども、先端の方だけなぜか枯れてしまって、葉っぱを落として、様子を見てるんですが、ダメそうな感じです。はい、原因がちょっとわかんないんですけれども、もしかしたらこの枯れてる部分のちょっと上のところ、微妙に苔に接触してるんですよね。それがおそらく水分がなんか枝に悪さをしたか、なんかそんな感じじゃないかなと思うんですけどね。でも上、そのちょっと本当上のところは全然大丈夫なんで、なんでしょうね、全然わからないです。ここの部分は若干日焼けしちゃってて紅葉みたいになってたんですけども、それのせいかなとも思ったりするんですけど、ここの部分がなくなると本当になんかバランスが良くないので、かなり残念です。復活しないようならしょうがないんで、上の方の枝を針金で無理やりこっち側といいますか、滝の方に持ってきてなんとかバランスを取ってみようかと思いますけれども、とりあえずは様子見ですかね。これが一番8月で残念だったことですかね。次行ってみましょう。はい、今の庭はこんな感じで、新しく作ったビオトープがこちらですね。こちらも今のところ問題なく順調にいってますね。糸トンボが来たり、だいぶ自然な感じになってきましたかね。もらった盆栽の根元から苔すみれが生えてきたりとか、ちょっと楽しみなことがいろいろあります。大雨とかもいろいろあったんですけど、今のところはメダカちゃんも全員元気ですね。ここのビオトープはなんか曇っててもなかなかいい感じに撮れるので、かなり重宝してます。石突きの苔も結構伸びてきたので、このまま様子を見て楽しみたいと思います。はい、でこちらが次ですね。ここがうじゃうじゃ帯の増えたメダカちゃんたちの楽園って呼んでるビオトープですね。特に何かをしてるわけじゃないんですけれども、いろいろな植物を入れてメダカをいっぱい植えせるっていう感じのビオトープになってます。ここの楽しみはスイレンですね。ミソハギも綺麗に結構咲いてくれてるんで、これはこれでありかなと思ってます。ここはインスタとかで上げる用の写真とか動画を撮るにはいいんですけれども、こう全体的に撮るとちょっと寂しいので、ここはいずれ改良します。で、焚き火用の様子ですね。他のところも見ていきましょう。メダカちゃんはかなり順調ですね。これ皇帝ヒレナガの子供たちなんですけれども、だるまも結構出てきてヒレも伸びてきたので、かなりいい感じに仕上がってきてますね。この浮島じゃないですけど、真ん中の島みたいなところの苔はかなりいい感じですが、こちらの苔がちょっと厳しいんですよね。冬はハイゴケはかなり綺麗なんですけれども、なんかここは夏だとちょっと黒くなってしまうんですよね。このちょっと上なんですけども、画面今だと左側ですね、黒くなってるの分かりますでしょうか。こんな感じで忍ぶ苔はいいんですけど、
ハイゴケが黒くなってちょっと苔むした感じとは違いますよね。岩タバコはまだ全然大丈夫そうです。山ゴケも上部はあんまり良くないですね。もうここはメダカちゃんがうまくいったっていうところですかね。で、ここに追加する生き物を買ってきました。カワニナですね。いずれホタルとかもやりたいんで、カワニナをここで飼育してみようかなと思って買って入れてみました。まあ、増えたらいずれホタルのビオトープも作ってみたいですね。苔水庭チャンネルさんでやってたホタルのビオトープすごく羨ましかったんで、いつかチャレンジしてみたいと思います。で、ビオトープとビオトープの間に庭園を作るって言ってたんですけども、結局のところ普通にブロックを敷き詰めて板で目隠しして上に盆栽を置いただけなんですけれども、結構いい感じになりましたね。こんな感じになってます。最後にうちのガチのビオトープですね。これ3年間ぐらい一切触ってませんね。足し水だけ、餌もあげてないっていう感じのビオトープなんですけれども、メダカちゃんも、あと入ってるのが南沼エビですね。これは本当にずっと楽しませてもらってます。で、サワビオなんですけれども、こちらは総集編をあげたので、できれば皆さんそこちらを見ていただければと思います。今回はちょっと制作するソフトを変えたので、まだ慣れてなくてちょっと駆け足気味の感じの動画になってしまったんですが、お見苦しくてすいません。いつもご視聴ありがとうございます。今の庭の感じはこんな感じで、今後はちょっと1年間しっかりビオトープを管理してみたので、その辺をうまいことまとめた動画が出せればと思っています。いつもご視聴ありがとうございます。ぷわっ。